うん、寝坊しました。切らない脂肪吸引って言われてるマシン、すごい、おお、すごい。今自分を褒めてあげてください。今日やったこと何でもいいな。そう今すぐ切れたこれ。皆さんこんにちは、チャビさんです。今日はいつもと雰囲気の違う大人な夜のチャビさんでございます。東京に来ております。東京の表参道ヒルズに来たということは、またもあのおしゃれなラグジュアリージム、リフトジムさんに行きます。今日はこの間あった FWJ の東京スーパーショーの打ち上げ、お疲れ様パーティーみたいなのがリフトジムさんで行われるということで、もうありがたいことにご招待いただいて、私ほんまにスケジュールが甘くて、ほんまに東京プロ行きたかったのに行けなかったんですけど、そんな中でも呼んでいただいて、あのラグジュアリーなパーチーということで、パーチーかなあかんねんということで、ちょっとおしゃれな感じにドレスアップしてみました。で、今回はたまたま東京でいろいろスケジュールがあったので、そこをギュッと集めてきてるんですけれども、この3日間の滞在めちゃくちゃ筋肉まみれなので、その怒涛の筋肉まみれの3日間を今回の動画でギュッと Vlog にまとめてみたいと思います。新幹線でゆで卵と胸肉といんげん豆食べて、一応ね栄養補給して、まあ、減量末期やからコントロールしなあかんなと思ってねんけど、なんかお腹パンパンでタイトスカートやからめっちゃ恥ずかしいねんけど、引き締めて頑張っていきます。ギャルちゃんたちと合流です。こっち向いてください。ギャルちゃんです。場所を間違えました。表参道やと思ってた。リフトのこの店舗の上でした。去年の東京プラザとかを。リカさんです。あら。やば。激並ぶ。え？おはようございます。昨日のイベントが終わりまして、翌日です。寝坊しました。寝坊って言っても予定は間に合うねんけど、二度寝しちゃって今慌ててお弁当を作っています。出先でもお弁当を作ります。まあ有酸素に今はもう出かけなあかん時間なんですけど、もう先に用意しちゃって、帰ってきたらすぐに出れるようにお弁当とメイクと準備してます。アボカド、ちょっと最近メニュー変わった。昨日はねすごかった、すごい経験しちゃった。あんなにさ、プロの選手たち集まることないしさ、お話することもないからさ、緊張しちゃって、なんか最初全然喋れんかったんけどさ、こんな機会もうないわと思ってさ、頑張ってご挨拶しに行ってお話しに行ったんやけど、あんなにいっぱいピザとかお寿司とかドーナツ、フライドチキンとか大好きな人たちが半年間もそれ一切我慢するって、ほんまにすごい話やなって思って、私もめっちゃモチベもらったから食べてないねんで、ウーロン茶しか飲んでないねんけど、みんなのそれを感じたら全然余裕で頑張れたということで、2日目、今日は朝から打ち合わせがあって、撮影があって、体の施術に行くので、それも筋肉の怒涛の日でございます。いがお待って、アボカド大成功の日やねんけど、っていうかな、この Airbnb っていう誰かが貸し出してるお家を借りるみたいなシステムなんですけど、ここにした理由がバルミューダちゃんがいるの。バルミューダ押すできるよ。待って、音つかへん設定になってる。え、バルミューダって音設定できるんよ、つけるかつけないか。この方バルミューダの音消してる。
急に顔が登場したらメイクできてます。はい、おとなしのバリメダンスを楽しみください。え、待って、こんなに寂しい？待って、寂しすぎてごめんなさい。今回バリメダンスできません。この子のためにこの宿にした。準備結構パパッとできて、今ここ出ないといけない時間の40分前ぐらいなので、ご飯食べてお弁当も準備できたらちょっと早めに出て歩いて向かおうと思います。くそ、空腹有酸素できなかった。おはちょびできなかったけど、どっかのタイミングで今日有酸素します。筋肉のための朝ごはん、オートミール30、アーモンド15、牛肉100、塩で味付けしまして、 MCT オイル 3g といつも通りビターフィット。家じゃない時は野菜がねちょっと不足しがちやから、マジでビタフィット欠かせない。いつも家でも野菜取ってるけど、特に出先の時は絶対持ってくる。パウチ型やから便利やねんな。東京来たら肉の花まさっていうところでお肉買います。めっちゃ赤い牛肉買えるし、胸肉も安いし。いただきます。画面でだから今確実に出るのは、はいはい、MCT の役割とかこの中に入ってる成分の、あ、うん、情報系ですか、うん、相談なんですけど、はい、こっちとかにもテキストで情報入ってるっていうイメージってことですね。そう、本当にでもなんか色合いとか、あ、なんかそれもめっちゃいいと思うんですけど、電話してこないといけない。というわけで打ち合わせを終えまして、次は筋肉撮影。筋肉撮影、前回もデルタフィットネスさんで撮っていただいた新一さんに今の体のコンディションを撮っていただくのと、あとゆりなちゃんもたまたま今のタイミングで東京に来てるので一緒に背中ゴートレしていきたいと思います。さっきの打ち合わせね、結構本当に1年前から提案したことがやっとできそうなんやけど、ちょっともうほとんど見せてるみたいな感じやけど、楽しみにしていてください。お弁当も食べたので栄養をバッチリ入れて背中トレ頑張ってきます。ヒーロージムは東京の雑司ヶ谷駅っていうところにあるんですけれども、地下でライティングがすごくかっこよくて、背中トレにめっちゃいいマシンも入ってるので、ぜひ東京来られた方はチェックしてみてください。トレーニング終わりました。東京ですが、またゆりなちゃんタイミングがたまたまね、うん、ほんとたまたま、そう、私が来た次の日からゆりなちゃんが東京だったので、今日から来てます。たまたまでしたが、一緒にトレーニングできて嬉しいです。ナイストレーニング、あらららもありがとうございますお疲れ様です。ここはどこでしょうか。これは怪しいものではありません。はい、というわけで今日東京2日目の夜はギョヨヒナさんの施術所にやってまいりました。カット出しと筋肉を和らげてもらうということで、ここから大会当日カットって言って筋肉の筋が出やすいように施術してもらいます。ギョヒナさんです。お願いします。ギョヒナさんの施術は何になるんだろうか。
そうだね、基礎代謝上げながら筋肉緩めて、うん、まあ余計な老廃物も流しつつ、うん、ケアってほんまに大事ですよね。前もってするの、去年全然知らなくて、数日前のカット出しと1週間前にちょっとやってもらったみたいな感じでしたよね、うん、なんか最初みんなそのイメージあるよね、カット出しって、うん、前日前々日か、うん、あとまあ1週間前ぐらいに1回メンテナンスすればいいだろうみたいなね、うん、そうやと思ってましたね。ね、みんなトレーニングはめちゃくちゃするけどケアってしきれてないから、ね、絶対そこはもう平行にやってった方が気持ちいい。いや、ありがたい。インディバンも週1か2週間に1回か継続してて、インディバンもね、基礎代謝上げて痩せやすくしてくれるしね、うんうん、あ、すごい、なんか、そう、耳の後ろからビービー聞こえる。これキャビテーション。え、なになに？キャビテーションっていうのが脂肪細胞を小さくしてくれるって言われてて、あの、エステは切らない脂肪吸引って言われてるマシンなんです。すごい、うわ、すごい。そう、体に触れてる間だけ耳がピリピリっていう。これね、私聞こえてない。多分ね、みんな聞こえてない。え、私だけ？そう、私だけ。すごい。そうなの、すごい。っていう、あの、すごい筋肉を、あの、動くやつね、あれを出してるのよ。すごい。そう、終了です。すっきりした。お疲れ様。ありがとうございます。おー、めっちゃ足疲れてたの、めっちゃすっきりしました、うん、足疲れてたよね、うんうん、疲れてました。おー、いい感じだね。すごいすごい、ね、すごいすごい。3日目です。朝の有酸素行ってきました。今日は寝坊せずに行けた。しかもちゃんとメイクしてお家戻ってきたらすぐに出れるように行けました。お弁当も作ってんねんで、えらい、昨日よりも成長してる。いやー、いただきます。そういえばね、毎朝食べてるオートミールはナチュラノーラさんのオートミールで、ナチュラノーラってあのグラノーラだけと思いきやオーツ麦まで置いてるんです。こんな感じでジップロックに入れて持ってきてるんやけど、なんかつぶつぶで美味しい。嫁マグの時は粉末の、 あのオートミールが絶対おすすめ。もうあの食感ない方がいいんやけど、なんかおかゆみたいに食べる時はちょっと粒感があってご飯味があった方が私は好きなので、これもねナチュラノーラの作ってる方からいただきました。いつもありがとうございます。モーニング牛だよ、牛肉だよ。暑い、そりゃそうだ。昨日からねちょっとだけ脂質が増えて、今まで納豆と MCT とアーモンドバターで脂質取ってたんですけど、プラスアボカドとアーモンドもプラス5個増えました。今日は朝からポージングのレッスンがあるので、朝有酸素した後結構入念に体をほぐしてやってきました。ヒールとスーツも着るので早めにご飯食べてお腹張らないように、ポージングに支障が出ないようにやっていきます。うん、昨日チロッとだけお見せしたあの打ち合わせの様子、早く言いたい。撮影したんですけど、ページもめっちゃ可愛いし、あんなんが自分にできるなんて思ったことなかったから超ワクワク。制作から1年以上かかってて、何回も作り直しして、資料も何回も作ってもらったっていうので、なんか温め続けてた赤ちゃんみたいな気持ち。昨日めっちゃ寝れたと思ったら、ゆうひなさんの施術してもらったからや。めっちゃ寝れてん今日。昨日か。めちゃくちゃ寝れてめっちゃスッキリしてる。今日も一日頑張るよ。みんなも頑張るね。無理せん程度に、昨日の自分よりもちょっといいこと。昨日寝坊したけど、今日は有酸素いけた。お弁当も作ってるし、出先やのに。偉すぎ自分。偉い自分。何か一つ、今、自分を褒めてあげてください。今日やったこと何でもいいな。何でもいいね、もう。いつもよりお水飲んだかもとか、あ、お水飲んでへんわと思ったら今飲んでください。あ、私も飲みます。水分補給大事やで。えらい、えらい、みんなえらい、最高。この電車は今足首がさ、こう冷え張るときになんかこうハマってない感じ
スルッて言って戻してあげる。そう状態と思うと背中のラインがちゃんと引き上がってる状態が意識できてるとここまでできない。つまりサンドイッチが崩れてない、うん、だけどこの蜂蜜はサラサラの蜂蜜なの。ああ美味しい。でレモン風味とまあ普通のひまわりってやつ買ったけど、うん、マジでバカうまいから。ぶつけとったのアーモンドミルク買おうかなと思ったんですよ。ああいや絶対読む絶対読むそうぶつけとったのそう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 、というわけで今回の動画以上です。大阪に帰ります。一緒に頑張ろう。くださいまして